今回ご紹介するのは俳優の木下ほうかさんについてです。木下さんは大阪府出身で、16歳の時に井筒和之監督のガキ帝国で俳優デビュー。大阪芸術大在学中には自らの劇団を立ち上げてもいます。その後吉本新喜劇に約3年在籍しましたが、島田紳助さんから役者をやりたいなら東京に行くべきとアドバイスされ上京します。そして2014年から始まった痛快 TV スカットジャパンの井闇課長役で一躍有名になりました。はい論破という決め台詞は2015年の新語・流行語大賞にもノミネートされています。そんな中、2022年3月に週刊文春にて彼の性加害について2人の女性の告発がスクープされました。そこでは英知子と愛子という風になっていましたが、そのうちの一人が元 AKB48 の渡辺真由さんなのではないかと言われています。演技指導。これからご紹介するのは英知子さんとされる人物の証言で、それによると木下さんから好意を求められて応じるしかなかったと語っています。英知子さんは演技指導ということで木下さんの自宅に呼び出されたそうです。演技指導と思って木下さんの自宅を訪れた英知子さんは、最初は二人で台本の読み合わせをしていたということです。しかし時間が経つにつれ罵声を浴びせられるようになり、悔しくて泣き出してしまったそうです。すると木下さんの態度が一転し、慰めるような優しい小話で、もういいからこっち来いやと寝室に連れて行かれたそうです。そして木下さんは自分のパンツを下ろし、わいせつな行為をしてきたそうです。木下さんは、このまま芸能人生続けたいのでしょうとそれっぽいことを言い放ち、木下さんの自宅の中では環境的にも逃げることができず、今後の芸能生活についての不安、抵抗したらもっとすごいことされるかもしれないという恐怖から、要求に応えて済ませた方が安全だと思ってしまった、早くこの時間が終われと頭の中で繰り返していましたと英知子さんは語っています。次にご紹介する内容は愛子さんの証言になります。ある日、愛子さんは木下さんから無理やりキスをされそうになったそうです。はっきり木下さんの強引なキスを断ると、後日とんでもないメールの内容が、期待してこれから育ててあげようと思っていたのに残念です、失望しました、あなたの根性はこのくらいなのですね。メールの内容に恐怖を覚えた愛子さんは後日木下さんの自宅に赴き、好意に至ったといいます。私とは親子ほど年が離れていますし、気持ち悪かったけど、でも力では到底勝てないし、顔が広いので拒んだら悪い噂を流されるかもしれない。みんなやってる、これを断るようなメンタリティじゃこの世界でやっていけないと言われて洗脳されたというか、断れなくて、なんで役者として演技をしたいだけなのにいつもこんな話が出てくるんだろうって、愛子さんはこのように話しています。報道を受け木下さんは3月28日の夜にツイッターで謝罪文を投稿し、ドラマの降板を申し入れ、芸能活動を無期限休止しました。週刊文春によるスクープ後、本人は取材に応じず沈黙を決め込んでいましたが、被害に遭ったと告発した女性が新たに登場したことで、謝罪文を発表せずにはいられなかったようです。事務所と協議していたため謝罪が遅れた、10年程度前のことで記憶にないこともあるが、おおむね間違っていないと書かれており、性加害者になったことを認めていました。一方で、今後は法廷の場で明らかにしたいとも述べています。被害者は誰？今回の騒動からネット上では実際にこの被害を受けたのは誰なのか、真相を探る動きが活発化しています。愛子さんにおいては20代前半の女優であることは判明しているようです。一方の英知子さんは、演技指導で木下さんの自宅を訪れたことや台本の読み合わせというキーワードから、ドラマや映画などで共演していた可能性が高いと推測されています。その中で最も有力な女優として元 AKB48 のメンバーだった渡辺真由さんの名前が浮上しています。その理由は、木下さんと共演して仲が良かったようにも思える SNS の配信からです。木下さんの SNS には渡辺さんからの差し入れがよくアップされています。そしてそのドラマが終了した2020年をもって渡辺さんが芸能界引退を発表。
その引退理由について、渡辺さんは木下さんのような枕営業を強要する実態にストレスを抱えてしまったのではという声も挙げられていたようです。渡辺さんが所属していた事務所からの発表は健康上の理由ということになっています。実際、渡辺さんが芸能界を引退するときに、医師から精神的な疾患を抱えているという診断を受けたというような報告もしているようです。つまり、渡辺さんの引退に関して事務所側は話を大きくしたくない、本人は精神的な疾患を患ったというだけで原因は話していない。そのことから、渡辺さんが木下さんからの性被害を受けた可能性が高いと噂されるようになったのです。その他、英知子さんについては、チアダンや夏空で共演した広瀬すずさん、愛子さんは広瀬さんと全く同じドラマで木下さんとも共演した井原律香さんなのではないかとも噂されています。いかがでしたか？2人の告発の詳しい内容はこの場ではふさわしくない内容であり、活字にしたり読み上げたりすることで当チャンネルがバンされる可能性もあるので割愛することにしましたが、その内容は事実だとしたら卑劣極まりないものであり、警察に逮捕される可能性すら感じるものでした。不祥事を起こした芸能人は大抵ほとぼりが冷めると復帰しようとします。これをセカンドチャンスというそうですが、木下ほうかさんの場合は永久追放になってほしいという人が多く、今回の事件の重大さを物語っています。有利な立場を利用した脅しに近いやり方で成功したいと願う若い女性を手にかけてきた木下ほうかさん。また近年、性被害の告発が週刊誌で止まらず、この流れに乗って木下さんの告発もされたと言われています。芸能界にはびこる性被害、性加害がなくなる日は来るのでしょうか。